昭和30年2月10日は、大正から昭和期の日本の海軍軍人、家族。最終階級は、海軍大将、四者区。広島県出身で、旧姓は船越同郷の加藤智三郎元帥から養子に迎えられ、以後加藤生を名乗る。戦災は、加藤智三郎の娘、君氏。五歳は、岡村照彦の三女。 は子、養子に加藤ひ氏がいる。ジップは、船越正孝、兄、船越守は、広島藩から新政府に主管し、陸軍省、内務省で働き、後に、男爵、数密顧問官、また、お井この助も外務省で働いた、外交官である。官僚揃いの船越家にあって、高吉は海軍に入り、主に軍令関係の要職を歴任した。 東京府立一中を経て、1900年12月、海軍兵学校入校。1903年、兵学校31期を5番の成績で卒業。同期に、及川小四郎大将、長谷川清大将がいる。日露戦争に、富士乗組員として従軍し、戦後は、三笠、駆逐艦、春雨と勤務し、香取開校委員として、イギリスへ渡った。 運送艦、松江公会長を務めて、公海術を身につけた。1909年12月1日より、海軍大学校を主学生となり、ついで海大専修学生として、専門的な公海術を学ぶ。クレイ予備艦隊、練習艦隊の各参謀を務め、1912年12月1日、海大公主学生となる。その後、カスが朝日の各公会長を務めた。 1917年5月よりフランスに派遣され、続けてベルサイユ条約前検髄委員を務めた。この経験は後にも生かされ、1927年に再びフランスに駐在し、国際連盟の軍事諮問委員会に海軍、空軍代表として列席することになる。1919年11月に帰国してからは、軍令部で勤務し、1921年には、 作戦班長となる。しかし、就任から1ヶ月後に、ワシントン軍縮条約が調印され、作戦班長としての手腕を発揮することはできなかった。就任前から、軍縮反対を表明していた船越は、さらに軍縮への警戒感を強めていった。1922年12月に、東宮武官付検事重武官に就任し3年弱務めている。百二十三年、 病床の加藤智三郎大将は、女性の船越を養子に迎え入れようとしたが、軍縮条約をめぐって、相入れない両者の養子縁組に難色を示す声も、少なからずあった。智三郎大将と同郷という縁があり、名門の出自、そして同期の出世頭という高吉大佐は、岐阜の意向をもってしても、軍縮拒否は全く揺らぐことはなく、この海軍の将来をめぐる、親子の見解は、 平行線のまま、友三郎大将は12年8月24日に、永民した。船越は、同年11月20日加藤家の家督を相続して、加藤生となり、翌12月10日死者区を就職した。戦艦、霧島艦長を経て、前日の通りフランス駐在、国連海空軍代表を歴任し、加藤は、 航空兵力の将来性に期待感を抱くようになった。軍縮条約の枠内でも航空攻撃によって艦隊の補助をする構想は先に山本栄介が発案していたが加藤も航空戦力の具現化に向けて研究を始め末次信政、中村良造、高橋三吉ら最前線の艦隊派による前弦要撃作戦研究に大いに役立った。 加藤自身も1930年12月1日に第一航空戦隊司令官として実戦を積み海軍大学校長を経て1933年11月15日に航空本部長に就任し航空戦力の開発計画を強く推進した。1934年軍令部次長に就任。加藤が待ち望んでいた軍縮条約破棄が通告された翌10年に 第2艦隊司令長官へ親保された。翌11年には、クレ・チンジュフ司令長官へと移ったが、1938年11月15日、出世には恵まれず、軍事参議官となる。自ら決戦艦隊を統率する望みは果たせなく、なったが、米英に対する強硬な意見を現役召喚に伝達することも多かった。振り返ると、加藤の海外勤務は、 フランス勤務が突出しており、イギリスには一度きり、そしてアメリカには全く踏み込んでいない。外交官としては、優れていた加藤だが、自流に合わない認知に送られてしまったことになる。1939年4月1日、同期の長谷川清と同時に大将へ昇進した。その半年後には、大川小四郎も昇進し、31期の三大将が揃うことになる。ただし、 長谷川と及川は現役で養殖に泊まっているにもかかわらず、加藤だけは軍事参議官に甘んじた。冷徹なまでに理論的な加藤は土量の広い長谷川や温厚な及川に比べて扱いづらい面が多々あった。太平洋戦争中も軍事参議官に泊まり、敗戦直前の1945年6月1日に予備役編入を受けて現役から退いた。 この間にも、軍事参議官の面々は入れ替わり続け、1942年7月13日に、加藤が、専任の参議官となった。このため伝統的に、専任参議官が兼任していた高等、技術会議議長に就任し、特命検閲官として、各地の部隊を視察することも多く、現場でも戦争指導に励んだ。1944年8月には、 島田茂太郎の公認として軍令部総長に押されるが実現しなかった。ありがとうございます。